シュア 55S ダイナミック型マイクロフォンシュアとは、レコードカートリッジ、マイク、ヘッドホン及びイヤホンなどの設計、製造を行っているアメリカ合衆国の企業である。1925年4月25日、シドニーシュアがザ・シュアラジオカンパニーという、ラジオ無線機器の組み立てキット及び完成品を製造販売する個人企業をイリノイ州のシカゴで創業した。 1929年の大恐慌の後、一変した市場のニーズを踏まえ、マイクロフォンを扱うようになる。1939年に、業界初の単一指向性マイクロフォンであるモデル55を発売。アメリカ大統領の演説の場で用いられるなど、幅広く受け入れられた。1965年には、現在に至るまで、 同社の代表的な製品の一つである SM57 を発売。SM58 とともにライブパフォーマンスやスタジオレコーディングで使用される業界のデファクトスタンダードとなった。2000年代中盤以降、日本の放送局のインタビューや記者会見用に SM63 が多用され、特に記者会見では SM63 が数本並ぶ光景がよく見られる。 また、ミュージシャンのステージモニター用に開発されたイヤホンである E シリーズは2000年代における iPod などのデジタルオーディオプレイヤーの爆発的普及に伴い一般顧客層にも高音質イヤホンの代表的な製品として受け入れられた2007年にはよりコンシューマー向けを意識した SE シリーズを発表さらに2009年には SRH ヘッドホンシリーズでヘッドホン市場にも参入している。シュア SM58 ダイナミック型マイクロフォン E シリーズシュア E2CEA 本 I シリーズ SCL シリーズ SE シリーズアオニックシリーズは現行モデル SRH シリーズアオニックシリーズ。ありがとうございます。